近畿霊夢局、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前回貞子ならぬ貞子を倒した後、次おそらくトイレの花子参戦になるんだよね。やっていきましょうか。村立ってすごいな。西川中学校。西川村の過疎化に伴い、平成13年隣の何これ、辰平塚中学校に統合する形で廃校。うわ最悪だここ。以降取り壊し費用も跡地利用も目処が立たず、現在まで放置されている。めっちゃ電気ついてますけど、幽霊集まりすぎてるとね、ポルターガイスト超えて常夜灯になるらしい。便利だな。それくらいの数を相手にするんならするんだから消え入れていけよ。ちなみに俺、さっき本省からバーチクス送られたって話していい？ミサイル使ったから。さっきの巫女3人やっちゃったけんね。いや、あれは別にいいのかよ。あれは別にいいんだ。てめえだよ、てめえ。次許可なくライフルぶっ放したら懲戒免職な。なぜに？警察比例の原則習ったろ。たとえそれが違法幽霊で抵抗の意思を見せたとしても、丸腰の相手にはなるべく発砲しないのが鉄則。クソだる。どうするんですか？相手が釘バットで殴ってきたら。釘バットで殴り返せ。それで比例する。さっきの巫女のうちの一人、映像から身元判明しました。前川マレかな。14歳、奈良県事務局に登録されている正規の西川神社、刑務隊員です。丸岡、司令室来てたんだ。うっす先輩、この間の飲み代まだもらっ、事務局の反応どうです？さっき長官が叩き起こされたらしいので、本当に何も知らなかった可能性が高い。となると西川神社の独断か。神社が悪霊津波で村滅ぼしたと。他に実行可能な組織は周辺区域に存在しない。何もメリットなくないですか？さあな。ただ閉鎖的な村の神社ってもんはいつカルト化してもおかしくない。偏見だよ。だから俺たち行政が除霊を宗教から分離している。ああそういう、なんかそういうのちゃんとしてんの、ちゃんとしてるっていうか設定がちゃんとしてんのいいな。行政が土地狂わない前提ではありますがね。ヘルって書いてるけど。キヨマサスケじゃないんだな。ま、神社の件は後だ。トイレの花子さんは女子トイレの奥から3番目や3階ノックするのが定番。3階建てだからどの階にいるかを知らん。とりあえず1階から調べてみろ。どうせ3階だろう。銃ぶっ放せないんだろう。厄介だな。銃ぶっ放したいんですけどね。こっから入れる？入れる。あ、下駄箱か。ハローって書いてんね。あ、バットあんじゃん。絶対これ使うじゃん。
3回回ってとかいろいろルールあるよね。捨て頃だ。ヘイヘイ、おらおら、ヒレだこら、ヒレパンチ、ヒレパンチ、ヘイ、危ない、ヘイ、おら。女子そう小学生はさ、悪霊とはいえさ、捨て頃はヒレなのか。時間かかってちゃないな。銃使わせろ。持ってきてんのに弱すぎでしょ。まずその足でノックするというのは親からどういう教育を。ガキに育ち取られちゃった。てか2番目の個室から出たよね。最近の子って本当に3番目のトイレから出るとなんか鼻薄いの。だからいろいろバリエーションを増やそうと。ま、そんなのはどうでもよくてさ。どうでもいい。いろんなとこから西川村に幽霊集めてるのはなんで。どうせお前駒使いだろうけど元締めは。その前にトイレの花子さんゆかりの地って知ってる？え？知らん。聞いたことないでしょう。全国各地でアレンジされて拡散した普遍的な怪談で学校の数だけ花子さんがいるのよ。ああまあそうだろうな。もしかして全国の花子さんも集まってきてる？3分の2くらいはね。私は宇都宮第二小の花子。遠くから関東から関西に来たんだね。でも誰か一人はオリジナルの花子さんだよな。その子がここを仕切ってれば。メガ花子なのかな。私らのランドセルは大概もう黒ずんじゃったけど、あの子だけは真っ赤に輝いてる。校舎内のスケバン幽霊たちとよく住んでるからすぐ見つかると思うわ。スケバンは釘バット持ってるからこれで比例だな。野良犬。よろしくとか懐かしいな。これなんか元ネタとかいろいろあんのかな。てかライトが、あ、そうか。ああいるじゃん。いや絶対あいつだろ。めっちゃタバコ吸っとる。釘バットじゃなくない？もうなんか、あ、逃げた。銃使わしてほしい。ほらさ、ほらーって吸っぞ。ほらほら、ちょっと待って、はめられる。ヘイヘイヘイ、おらおらおら、よし一回、ヘイ、おら、重いなバット。よし、スケバン幽霊小学生に、ん、いた関西のやつ仲間だね。よし、 OK。 はい、ちょっとずつ来い。まとめるのはちょっと、はい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 、よし来い。あ、二人まとめではちょっとしんどいな。攻撃は別にあれなんだけどさ、
こっあー、びっくりした。こっちから攻撃する分にはいいんだけど、相手の攻撃がさ、2倍来るわけじゃない？よし、 OK。 銃使っちゃダメなのか。全校生徒に連絡します。ただいまより武器の無制限使用を許可します。おーお前ズリー。2階で仕留めた方はハンドクリーム1年分を進呈します。放出すんなよ幽霊が。で、警察嫌いですよね。いやもうやん。こちらも小銃および手榴弾使えんの？手榴弾どれで使うの？やっぱうおびっくりした。エイム左右切り替え、エイム左右切り替え、エイム瞬時やっぱ G か。やっぱグレネードの G だよね。敵がまとまってくれてるとありがたいんだけど、ショットガンは微妙かな。お前左右切り替えてどれだ。これか。おっお前、よし、よど。こっちさ、かがめないのきついんだけど。ちょっと一旦リロードして。よし、はい、OK。銃弾は弾薬補充はもうされてるから、ショットガンでもいいけど、全然あれだな。この距離だったら、あの至近距離だったらショットガンだったかもしれないけど。2階の花子さん、あ、しゃがめんじゃん。あの裏にいんのか。やばいやばいやばい、死んだ。割と死ぬぞって言われて割と死んだな。どっからだ？登るとこからか。あの辺に行ったよね。はい、まだ多分あいつ生きてるから。いや死んでるんだけど、死んでるんだけど生きてるから。ここいるよな。はい、幽霊がフラッシュライト使うんじゃねえ。死んだか。死んでなかったわ。よし、OK かな。多いな、めっちゃ頭出てんだよな。危な、一回使ってみるかグレネード。当たったっていうか敵に当たったのかがわからん。
筆除霊師扱いなんだな。あそこか。こっち飛べない、いけないんだもんな。伏せる。あ、これもいけんだ。ちょっと待って、挟まってない。危な。よし、危な。死ぬ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 。いけるかこれ。危ない危ない。ちょっとちょっと、やばい、死ぬ死ぬ。危ない危ない。あ、死んだ。結構きついな。あ、まだまだ生きてる。あ、やべ、ここで死にかけるのはちょっと恥ですな。さすがに銃に撃たれたら死ぬんだよね、普通はね。よし、はい、何個か使っちゃった。よし、オーケー。で、上から降りてくるから、無敵時間あんのなしだろ。結構もうなんか走ってった方がいいやつ？これ。ああ、いいやつかもしれん。危ない危ない。はい。後ろ。あ、マジかよ。あ、全然あれなんだ。ボタン間違えたし。やば。よし、倒したかな。すごい数来てる。これ使える。あ、使える。えい。えい。あ、楽しい楽しい。しかもオーバーヒートもなしか。ハンドクリームで頑張ってんだな。はい。はい。よし。なんか喋ってるけど全然見ねん。字幕が。残党を片付ける。すごい動きしてる。なんだ。3階のロストリング、あらかた片付いたな。本命は3階か。発煙筒が青いってことは耐冷弾ですね。ここ入らなかった、さっき。ん？あいつ何やってんの？何してんの？こいつら違うの？まあまあまあ、ええか。そこか。え、地下。え、そんなことある？これ
あ、広っ。これ、いつショットガン持った？いや、もう奥から3番目というか、そういう事件じゃないでしょう。どっちが奥なんだこれ。パーキングエリアか。よくたどり着いたわね。いや、だから普通に出てくんなよ。除霊師一匹しか寄ってこない、よこさないとは舐められたものね。悪霊とはいえ、子供相手にライフルは残酷だからショットガンで失礼しますね。だからショットガン持ってんだ。威勢がいいのは若くていいけどさ、私結構多いよ。多いね。後ろもか。そうだよね、結構多いね。一人ずつ相手にしていい？聞き分けはいいな。退路がなくなった。おーいおい、俺が走ったからいっぱい出ただけこれ。そんな気はするよね。いっと、横からガンって撃ってくんの怖すぎるな。この距離はきついって。ちょっと理不尽すぎんか。いった、生きてたのお前。危な、死ぬ。しゃがんだらあれかな、当たりづらくなるけど、頭ぶちん、このトイレの数全部出てくんのか。結構だな。よし、罪悪感あるな。これ結構きつくない？一旦ちょっとここで区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。